この巣場。エグスプロージョン。やったか。おい、アクアみたいなこと言うのやめろ。どうやら本当にやったみたいですね。迷えるアンデッドよ、どうか安らかに。これがアクシズ教最高責任者の力です。次に生まれ変わるときはアンデッドなどに落ちませんように。なんか勝ち誇ってるけど、メグミン以外誰も何もしてないからな。ゼスト様、私の大の仲良しであるメグミンさんがやりました。これはつまり私がスペクターを倒したと言っても過言ではないと思います。過言だと思うぞ。以前メグミンさんは私に信者を勧誘するための知恵を授けてくださいました。これはつまり私の顧問が倒した、むしろ私が倒したと言っても過言ではないと思います。過言だと思うぞ。おのれ、けしからん体をしたエリス教徒め、私の手柄にケチをつけるか。けしからん体などしていない。人を侮辱するのはやめろ。けしからん体だと思うぞ。ん？待ってくれ、今メグミンから信者を勧誘するための知恵を授けられたって言ったか。言ってません。お前には聞いてない。おい、メグミンがあのアホな勧誘方法を考えたのか。その通り、あの画期的勧誘方法はメグミンさんの直案ですぞ。メグミン。身動き取れない時に攻撃するのは卑怯ですよ。ごめんなさい、今ではすごく反省してます。この芝。はい、確かに。スペクター討伐おめでとうございます。お疲れ様でした。やりましたよ、ゼスト様。それで私のアクセルの町残留は認めていただけるのでしょうか。ふん、シントセシリー。はい。アクシズ教徒であるなら自由であれ。ちっとも働かないのはともかく、たまに羽を伸ばすくらいはいいでしょう。これからもアクア様をお助けするように。はい、このセシリー、アクア様をお助けし散々に甘やかします。おい、お前らがアクアを甘やかすからあんなになるんだぞ。たまにはもっと厳しくしろよ。私としてはアクアに悪い友達ができたようで不安なのだが。まあそこはセシリーの上司である私がちゃんと押さえておきますので、ご安心を。ということだから安心してね。これからもよろしくね。ゼスト様も残るんですか。ええ、今日のセシリーさんを見てまだまだ目が離せないなと思いました。ですが私はアクア様にお会いすることなく陰ながらお助けするにとどめますので、ここにいるのは内密に。わかりました、ゼスト様。お金に困ったり保証人が必要な際はいつでも頼らせていただきます。やはりアルカンレティアに送り返すべきか。それでゼストさん、本当のところはなぜ残ることにしたんですか。アルカンレティアの統治者権限で温泉はすべて混浴にするとの規則を決めたら追い出されまして。おい、この人にはもう帰ってもらえ。でもちょっとだけこのおっさんを応援したい。ちょっと、なんで私だけ仲間外れにしたのよ。アンデッド大使なら私の出番でしょ。だっていなかったんだからしょうがないだろ。ほら、今回来てくれたアークプリーストの人がお前にってシュワシュワくれたから機嫌直せよ。あら、気が利いてるじゃない。そのアークプリストの人はきっとアクシズ教徒に違いないわ。いつか会って
直接お礼を言いたいわね。コナスバ